おはようございます。一般社団法人開花 GP の村松大輔です。本日はですね 人がどん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 心が開いていくという瞬間をですね、この間の7月の16、17の横浜ツーデーセミナーだったんですけども、えー、50人の、50人近くの方々が集まりいただきまして、とにかく集まった方々がね、この半日、1日ってどん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 ,どんつながりがを感じていって、で、本来の自分を取り戻していってですね、で、その女性の方が来てくださってたんですけども、その方、家、2日目で家帰ってですね、旦那さんからですね、非常にこう、ありがたいこうメッセージをいただきましてですね、 えー、そこも交えて本当にこう人の心っていうのは全部こう、まあ、心も体も全部周波数なのでこのその説明もちゃんとさせてもらいつつですねこの佐脳的に理,理屈が入ってから、えー、人はどんどん心が動いていくとでこう場を動かしていくという形で本当にこう素敵な姿を見させていただきましたそのお話をさせていただきますでは画面の共有ですご夫婦で感動の涙というところですね えー、ちょっとぼかしてあるんですけども、このような形でですね、えー、7月の16、17日に横浜ツーデセミナー開催させていただきました。こちらが本当にこうもう最高サポーターですね、えー、会花のスタッフ、えー、サトルとナっちゃんとですね、えー、カサルナっちゃんと、あと、うちらの会花トレーナーさんとですね、えーで、させていただきました。本当にこう、ね、トレーナーさんと、えー、スタッフそれぞれがこう、 軸がこう立っていてですね。で、まあ、いろんな現象ありながらも、この方々がどんどんこうゼロポイントフィールドが自分本体であると、えー、気づいていってですね、えー、そこを踏まえての寄り添いになるので、本当にこうご来場いただいたお客様はその会場の雰囲気、えー、周波数ですね、えー、この方々がずっとこう感謝祈を自分をやってきた結果のこの軸の立ち方でした。で、実際にお客さんがですね、 このゼロポイントフィールドと愛と感謝の領域とかつながりとか一体感とか YouTube では理解できませんでしたと。 今日は誘導してもらい、体感をさせてもらい、体アクエスョンマークと、感覚で感じられて、すごく言葉にならない感じですが、とても心地よかったですし、まあ、悟りの断片を理解し感じられた気がしてというふうにですね、とても良い経験でしたというふうにおっしゃってくださっています。もうね、この悟りというとなんか怪し最近怪しいかもって思われるかもしれないんですが、この量子力学的にこの素粒子、さらにその,このゼロポイントフィールド側がお釈迦様が伝えたい、 悟りの領域なので、そこのところやっぱり周波数でまぐれではなくって周波数の中にあるので、そこをですね、まあ、コンサート会場に行くと全然雰囲気が違うみたいに、開花セミナー会場に行くと雰囲気が違うという場づくりをですね、えー、これ意識的に場を作れるんですね、それをやるということをやっています。で、さらにですね、自分がゼロポイントフィールド側の存在であることが理解できましたと、すごいですよね。周りが一体化し 自分も消えた感覚になり、今まで体験したことのない心地よい感覚がありました。多分、ワンネスの感覚だったのではと思いますと。まあ、瞑想をね、深くやられている方は多分、こういう感覚やられていると思うんですが、それを意図的、意識的にこう作れると。 いう形になってます。これが本当にこう、試合会場とかコンサート会場で雰囲気が違うっていう場を我々、まあ、トレーナーさんが多ければ多いほどその場を作り出せるということをやってます。でさ、さらにですね、こちらはですね、あの、奥さんがセミナーに来てくださって家に帰ってですね、で、旦那さんと話をしてたんですね、2日終わって、で、旦那さんから セミナーに来ていない旦那さんからメッセージいただいたんですけども、一番、相対的な考え方だった自分にもやもやする自分で、えー、それを絶対的というのゼロポイントフィールド側ということですね。ゼロポイントフィールド側から自分を見たとき、まあ、この旦那さんの方はすごく善を長くやられているので、えー、こういう表現されているんですけど、絶対的イコロゼロポイントフィールド側から自分を見たときに、過去の体験からできている自分が現れた。で 同時に本当は私こうなりたかったと奥さんがですねでいう自分が出てきてそれに今からなれるというふうに感動したというふうにおっしゃいました。で、えー、自分のね息子さん子供さんたちがですね娘さんたちが事実なりたかった自分になっていることにも気づいたとすでになっていたというふうにおっしゃってくださってですねそんなことを夫婦ねお酒を飲みながら時折泣きながら話してますと旦那さんからメッセージいただきました。でさらに極みつけが 今まで私が知らなかった妻が今日、あ今目の前でとても素敵に存在していますと、開花セミナーはすごいというふうにコメントいただいております。本当にこうね、人の本来の美しさって周波数の中にあるんですよ。あるから、そこを、えー、説明をして、 サ能的に説明をし、アインシュタインとかシュレディンガーさんとかはどう言ってますよという説明をし、で実際にここを振動数を動かしていくということを、えー、させてもらっています。それがですね、開花の通電セミナーになります。なので、この2日間で自分が物質側なんだけれども、素粒子側でもあり、これ事実ですね、ゼロポイントフィールド側でもある、ここはまだ仮説なんですが、 えー、ゼロポイントフィールドがあると仮説を立てると、えー、大体こう説明がつきやすいし宗教との仏教とかのつながりともつきやすいとでそこの側をですね、えー、気づいていくというのがこちらのですね開花 2D セミナーになっておりますで今度ですね8月の27-28が大阪開催になっていましてで1ヶ月前267月26日までが 早割になっておりますので、えー、ぜひですねあの、こちらをご覧いただければと思いますで。9月が仙台、10月が名古屋で開催させていただきます。本当にこう私自身もトレーナーの方々もですねで、それに向けてスタッフがものすごい水面下でこう動いてもらってるんですけどもで、あとセミナーの最中もですね、いろいろその瞬間、瞬間、瞬間に、えー、波を読みながらと、スタッフがものすごくこう動いてくれてで、構築してくれています。で本当にこう場の周波数をみんながトレーナーを読みながら、えー 作り上げていく開発ですね、えー、皆さんでこうどん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 動かしていきながら本質の自分に気づくとあと人生がすごくね楽なんですね家族関係とか自分の体のこととか自分のお仕事のこととかどん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 この意味が分かってくるので,でそしてそれに対して自分の周波数何かなと気づいてエネルギーが動くと現象が動くので、えー、アインシュタインも エネルギーと結びついた物質が宇宙の実態なんだというふうに伝えています。エネルギーと結びついた物質が宇宙の実態だと。つまりエネルギーが動けば物質がどんどん,どん,どん変化していくということなんですね。えー、関連動画ですね、こちらにつけさせていただきます。そちらのですね、えー、2D セミナーのご案内はこちらにつけさせていただきます。よかったらチャンネル登録はこちらです。では、今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。